あれ覚えてなないいいや、分かんない、はい、すいません今話してるのずっと私の話じゃないと思って聞いてた <laughs> なんで<え>お客様てても手振ってくれててこの映画今まで見た中で一番好きってくらい好きなんですけどいいあのこの映画西野七瀬さんの良さがすごい出てるなって思ったんですけどそこに西野さん自身意識したこととかあとは監督さんとか神尾さんからなんかアドバイスだったりとか。 そういういいのがもしあったたら聞きたいです私自身はそんなに意識せずもあの初めはやっぱりちょっと難しかったですけど「北城という人が分かるまではでもなんかどこかでつかめたタイミングがあってそこからは割と自然になんかまあもちろん相談もしつつ取っていけたのかなっていう感じです。 上さんはなんはかどんなこうアドバイスしたとかアドバイスなんてしてないですよ <laughs> してないですけどあのやっぱこう、まあ、西條って、まあ、基本的にやっぱ表情もそんな本当微妙な違いしか出ないし、うん、動きでもそんなに大きく動くことってほとんどなかったのであのもちろんその話の中ではやっぱこう話を引っ張っていく存在ではありますけど。 でもその感情の揺れ動きっていうのは絶対その北城の方があの見えるところなので,でもそれはなんかそれを本当にあのもうその映画で見たら全然やっぱ分かるじゃないですか今こう,今こういう感情なんだろうなとかでもあの西條としてやってる時に西條に見えないように本当にやるんですよ。僕は全くく感じてなくてななそんなに あ、こんなとじ、こ,の時こんな表情してたんだとかっていうのは見たときに改めて発見というか分かかっったた部分が結構多かったですうでもでも見えないようにやるのがすごいなっていうそうだねそれは意識してやってたよねあれ覚えてないえいや分かんないはいすいません今話してるのずっと私の話じゃないと思って聞いてた <laughs> なんでいや,いや、そうなんだ、うん えだから2人で電車に路面電車に乗っている時もすまんが、あのー、紹介してもらえないだろうかってー紹介かーっていう時も横に並んでまっすぐ見てるからこのそ,のそのまま見ないで紹介かーじゃなくて顔を背けてから紹介かーって言ってうん、うん、そのニュアンスに愛情がこもっちゃうといけないからみたいな話をしてたんだよ。ししあれ <laughs> いやもう結構あれなんですよもう本当にいやだから監督の演出のおかげですです反復みたいな感じでやってたんですけどそのある瞬間からなんか急にスイッチが入ってめちゃくちゃその演技がこう立体的になったというかなんかその瞬間があったんですよでそこからもずっとそのテンションだったんで多分意識 してない部分があのね、顔が分かんないっていう言った部分は多分本当そんな感じ多分自分でそういうふうにやってたんだと思う細かいこと言ってないじゃないですか途中から全然ほぼ任せていただいてたっていうか初めだけだもんねずっと天然というか勘とかじゃないですかね相性が良かったんですかね北代とはい。 と思いますよね。はい